散歩後のケアをね、今日は皆さんご紹介したいと思います。今ただいま散歩行ってきました。だいたい1時間ぐらいですね、歩いてきました。ももちゃんとゆずちゃんですね。で、やっぱり汚れますね。砂ぼこりだとか結構入りますので、まずですね、こんな風に体をね、まあ家に入る前ぐらいがいいと思いますね。こうやって汚ちょっと邪魔だよ。まあこのようにね、砂ぼこりちょっと取ってあげるとね。であとこういった、まあ、タオルですね。冬の場合はちょっとまあお湯で濡らしてもらってね、まあ夏場はまあ冷たいやつで、そんなに大きくありませんのでね。でこれでまず拭いていただきたいのが、このお花。すごい一番汚れてますね。お花を拭きまーす。ジュ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 って、こんな風にね、ちょっと豪快に拭いてあげる形ですね。まあなんでかっていうと、まあ皆さん大体想像はつくと思いますね。ものすごい汚れてます。これ汚れるのはね、いろんなところを嗅ぎ回ります。電柱のその、他のワンちゃんがおしっこしたところを嗅いだりだとかね。まあ公園だったら、下のね、部分が、まあ、床の部分っていうのか、土の部分がね、かなり、まあ、汚れてる場合もありますし、雨の日の次だったらね、泥がね、まだ柔らかいっていう状態。で、そういう時にね、こう鼻くっつけて匂い嗅いだりしますのでね、とっても汚れてます。なので拭いてあげますね。一番最初に拭くのが鼻です。で、それからね、今度は、足の部分。足はね、足の、まあ、甲とね、裏の部分でございますね。これをね、集中的に拭いてあげる。肉球の間もね、よく拭いてください。この中にね、泥が入ってる場合もありますんでね。誤ってね、まあ、他のワンちゃんの、まあ、排泄物踏んじゃったりもして、ね、うわ、汚いってなっちゃう場合もありますね。こう拭きましたらね、今度はね、もうちょっと上の部分の肩の部分のもね、拭いてあげましょう。ね。ゴシゴシゴシと。ゴシゴシゴシ。ね。特にやっぱり拭いてほしいのがね、ワンちゃんの、まあ、胴体の、まあ胴体のね、まあ、この、まあ、中央から、まあ、下の部分を全体をね、できれば拭いてください。チュッ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 と。ね。汚いし、まあ、このまま汚いままね、自分の家で、何のケアもしてないとですね、まあ、ご自宅、ちょっと汚れちゃう部分も出てきますね。例えばもう足がね、片方、泥がついてたとかね、もう汚れちゃいますし、まあ一番拭いて、まあ本当に拭いてほしいのはこのお花ですね。お花部分。ワンちゃんですね、自分の鼻を濡らすためにね、こうペロ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 と自分の鼻を舐めますね。そうすると鼻の本来の機能をですね、増幅してくれる役目を持ちますので、かなりね、かなり舐めますね。で、その舐めた状態で、まあ、毎日こう、何もしないとですね、やっぱり飼い主さんが好きですと、飼い主さんのことをね、舐めますね。口周りだとか、ね、顔周りはよく舐めます。はい。そういう汚い状態でね、やっぱり飼い主さんのこう口周りとかね、舐められると、それが口に入ってね、汚くなりますし、まあ、あと菌がね、入っちゃう可能性もありますんでね。まあ、それを、例えばね、まあ、大人じゃなくて、まだ幼いお子さんにやってるとかね、そういう場合だとね、まだお子さんだとね、菌の耐性とかね、免疫力っていうのはまだないと思うので、ワンちゃんのね、このお口のお鼻部分、特にね、拭いてもらってね。あと、まあ、後ろもね、こう拭いてあげましょう。
最後にね、おけつを拭いてあげますね。最後にお尻、おけつ。まあ、落ち葉とかこうついてる場合がありますんでね、これ拭いてもらうっていう形でございますね。まあ、私の場合はね、大体ここで終わりでございます。もう少し徹底的にやりたいよって方はですね、まあ、櫛でこう、ブラシでね溶いてあげる、まあ、目に見えないすごい細かなね汚れも取りたいよっていうことであれば、この後に、まあ、拭いた後にね櫛も溶いて、溶いてあげるとね。そうするとね、かなりまた綺麗度が増しますのでね。よし。皆さんですね、いかがでございましょうか。できればね、これ、ぜひ取り入れていただきたいんですね。足だけじゃなくてね、今まで足しかしてこなかったと。まあ、汚れ取るで足だけしかしてない。っていう方はね、ぜひね、お花、このお花をね、一番最初に拭いてください。これ一番汚れてますんでね。ご参考になったでしょうかね。よろしければね、ぜひね、これはね、取り入れてください。まあ、汚れ、まあ、菌だとかね、関係してきますので、取り入れてください。ありがとうございました。